ですよ。下ネタで話すのはいいとね、もうちょっとこう高尚なものを言わなきゃ。もう酔っ払ってんのかな。今日このノリなんですかね。どういうことですか。まあ、忘年会みたいな感じです。とりあえずルイヌールユリアの館、はい、はい、今日からネット番組が始まりました。あ、今日から始まったの。今日から始まったのよ。そうなのね。第1回目の皮切りが第1回目。じゃあまず皆さんちょっと合コンですから、ここで自己紹介しましょうね。じゃあまず、はい、こちらからもうエロい人、エロい人から。はい、元ビクターレコード所属コミックバンド、はい、弾丸クラブのボーカル鈴木純でございます。よろしくお願いします。イエーイ。はい、皆さんごきげんよう。今日は酔ってますが、普段は魔女をやっております。あの白魔術やそして黒魔術も受けてもらっております。黒魔術、はい、呪いそう、悪いやついたら私がボコボコにしますので、ね、すごいのかな。ご遠慮なくおっしゃってください。イエーイ。はい、はい、あ、オカルト作家の白上樹里子です。よろしくお願いします。私はあの巷では予言研究家と言われてますが、うん、滅亡おばさんと呼んでください。よろしくお願いします。なんですかそれは。はい、つい先日、はい、ビートたけしのね超常現象特番にもご出演されて、超有名大人気のもうおー樹里子さんだ、はい、なんて思ってね、はい、もう旦那見てましたよ。はい、あ、それで、12月15日にですね、うん、あのこちら、私の新刊なんですけど、うん、日本懐かしオカルト大全っていうあのムック本がですね、辰巳出版よりあの出版されました。おめでとう、おめでとうございます。すごい。で、監修が並木慎一郎先生で、で、私白上樹里子と、まあ、教長に寺井弘樹さんという方がいるんですけど、はい、あの昭和70年代にですね、うん、あの日本でも熱狂的なオカルトブームがありまして、うん、で、あの当時の、まあ、あの、うん、なんですかね、その時の、まあ、ブームをこう、はいろ、はいろ、あの、豊富な資料と写真とともに、はい、平方トンネルからですよね。はい、平方トンネル、平方トンネルのタクシーの、うん、ほら、はい、トンネルを越えたら、乗客がいなくなって濡れてた、あ、うん、それ死んでる、あれがね、1972年に、はい、そう、ちょうどその時代、ちょうどそうですね、はい、なぜか70年代にそういう、うん、まあ、UFO であるのか、その後ユリゲラーが出てきて、そうそうそう、ユリゲラー出てきました ね、日本中でスプーン曲げとかして、うん、超能力、うん、この前俺も曲げることできたんだよ、この前。おお、超能力少年だったんですか。この前キュッてやったら持ってさ、うん、念力で、念力で、そうそうそう、うん、サイゼリアのは曲がるんだよな。サイゼリア、サイゼがおすすめ。なんかサイゼリアだけなのでもということで、よろしくお願いします、はい、お願いいたします、はい、イエーイ。じゃあレナさん、はい、あの映画監督の増山レナです。今年は始まりの日ベーシックインカム元年というこの映画をですね作りました。イエーイ、はい、イエーイ、ありがとうございます。はい、あのユリアの館のオーナー、はい、ユリアさんもご出演いただいて、先日台湾のフェルモサ国際映画祭に、うん、あの行ってまいりました。で、ポルトガルのベーシックインカム国際会議でも上映しましたら、うん、意外と評判が良くてですね、来年はフィンランドと、うん、ジャーマニー、ドイツとあのオーストリアでの上映も決まっています。また香港でも、うん、あの女性の人権映画祭にも参加してくる予定なんですが、え、香港、ここはい、日本での配給はまだまだこれからですので、ぜひ皆さんに応援していただけたらと思ってます。30日は高円寺のグレインで午後2時からユリアさんのベリーダンスも、はい、やります。上映会をやりますので遊びに来てね、はいはい、このポスターすごい気になってね、はい、この子めっちゃ可愛いんだけど誰、あ、この新人なんですけれども、実は私の娘であって、アイシャさんって言いまして、このアイシャはね、かなりの大物なんですよ、うん、親が言うのもあれなんですけれども、はい、今動物写真家の小原玲さん、はいはい、はい、あのベストセラー作家の小原玲さんが公式一番弟子ということで、うん、すごいですよね。2日前まで小原さんと一緒に北海道でシマエナガちゃん撮りに行ってました、はい、でシマエナガちゃんはちょっとあの実際にはその日は出てこなくてですね、うん、フクロウとか撮りに行ったんですけれど、うんうん、この映画の中でも本人のキャラクターそっくりで、うん、そのお母さんと一緒にいたいけどなかなか一緒にいれないとか、はい、本当は自然が大好きで自然公園
園に遊びに行きたいんだけど、お母さんは昼間保育園で働いて夜はナイトクラブで働いてるんでなかなか連れてってくれないというようなことで、でもまあ、あのベーシックインカム給付がスタートした後自然公園に行けるんですが、うん、はい、自然大好きな女の子というキャラクターをやってます、はい、なんかその脚本作りから一緒に親子でやってましたので、うん、すごいよね、すごい子供の思いをなるべくリアルに、うん、あの伝えるっていうことで、一昨日は娘に初めて上映、うん、披露上映会したんですよ、あ、そうなの、はい、赤坂の会館で見たら、うん、すごい意外とあの演技が自然で、うん、ママ進化したって言ってた、進化したその1分前の貞子の鶴を結構めちゃ、うん、ケチョンケチョンに言っててね、うん、CG も安っぽいしなんか編集も下手だしとか言われてダメ出しばっかりだったんだけど、うん、今回のは良かったって言ってた。アミシャちゃんっておいくつでしょ今11歳、すごい11歳でも CG という言葉分かっている時点でも天才児ですね。やっぱりゲームとかに触れてるんで、うん、かなり高い映像に普段から子供たち触れてるんですよね、うんうんうん、なので、うん、そのお眼鏡にかなうっていうか子供たちが見ても意外と面白いっていうことが分かったので、うんうん、お姉ちゃんもすごい可愛い、まあ、お姉ちゃんも実は政府向上委員会のアイドルですよね、はい、これ映画でもちょっと出てまして、はい、ブッチームシャさんって先日ミュージックステーションのスペシャルで懺悔の神様で出てたブッチームシャさんがこの映画では、うんうん、中小企業の社長さんという役で出てくれてるんですけれども、ほうほうほう、はい、その仕事が減っていく中で何か、うん、きっかけを探してる社長さんの役で出てくれてるんですが、ぐっちーさんの娘役で上の娘も出てまして、はい、はい、いろいろ貴重な体験をさせ、うん、家族丸ごとでさせていただいてます、うん、ぜひこの映画盛り上げていきたいんで、はい、今度、ね、上映会にもご招待させていただいてぜひ辛口批評をしていただきたい、はい、その前に自己紹介を、はい、その前にまず自己紹介をお願いいたします。こんだけ前2人が告知されたら何もね遊びの疑いです、よろしくお願いします。で終わり、以上ですか。いや、もう超有名な政治ジャーナリストで CIA にもスカウトされて、そして安倍首相にも安倍首相ともつながりがあって、安倍首相がちょくちょく、まあ、防衛に関して相談が来るという、はい、来ますという、そして小池百合子に、小池百合子にはナンパされたことがある。ナンパ、すごい、ナンパされた、ね、聞きたい。でもハグ、ハグ、ハグ、アウトハグ、あの鉄の女のようなおばさんがハグしてくるんです。いや、まあ、あの人はちっちゃいからね、ハグしてもなんかこの辺に行ってから、相変わらずクマ作ってるのかな、この辺。身長低いんです。クマすごいですね。そうなんだ。いや、もうおしろいですからね、全部ね。全部おしろい。おしろい作るじゃないですか。そう、だからこの辺にこう白い。ああ、大変ですね。魚卓みたいな岩卓がついちゃって。指輪をしちゃったから。ちゃんとしてないと。ちゃんとしてないと、そういう時に逃げれないでしょ。ね、それなんて、だってインドネシアとかだったら2番目の奥さんでいいですからとか言われて大変なことになる、はい、ああそうだね、あ、まあスカルノの某夫人みたいな、某夫人みたいな、なんか一緒に飯食ったかな、なんか一緒ですか、そう、すごい方なんですよ、田川先生は。お友達だから別に、はい、私あの行列ができるラーメン屋さんで並んでたの見ました。僕帝国ホテルの下のあのナダマンで一緒に天ぷら食ったよ。すごい、いや、あの香水すごいですね、結構離れてても。あのテレビのロケで、すごいよ、香水は。あ、テレビのロケでなんか行列ができるラーメン屋さんで、そういう並んで食べるっていうのをされたんですけど、一回一回だから怒ったんです、その時。怒った。こう食べ物を食べる時に香水なんかあったら和食の香りがなくなるからやめてよっていう。普通はマナー違反ですよね。それは礼法の基本的な授業とか言いながら。でもあれ上流階級なんですよね。だって一応大統領夫人だ。うん、でも元キャバ嬢でしたっけ。あ、そうなんですか。すごいすごい成り上がり方です、ね、だって六本木のコパカバーナのあれやった、そこでお客さんとして大統領が来て、で愛人関係になったって。そこはちょっと違うんだけどね、はい、まあ、違う。そこはちょっと、めちゃくちゃよく知ってるんだけど。え、教えてください。ちょっと聞きたいね、この番組では何でも OK なんで。消されませんか。まあ消されても大丈夫ですよ。このコパカバーナのオーナーが、うんうんうん、共同なんだけど、うちの親父も入ってるからね。どういうつながり。だからうちの親父も出資してる。そうなんですね。で、あの、うん、当時自民党の副総裁だった川
島正次郎さん、はい、人がいて、うん、その人がインドネシアの大統領といろいろやらなきゃならないから、うん、なんとか頼むって言って女を集めるの、うん、そっからスタートするんですよ。いろいろ大変なことがあるんですよ。なるほど。だから本人はそうじゃないから、本人曰く、うん、あれだから私は有楽町の日劇で映画を見てるときにナンパされたことになった。あ、まあまあでもコパ側で全然違う、全く違いますよね。帝国ホテルに呼ばれて、うん、帝国ホテルで一緒にお茶を飲んで、うん、ナンパされたっていう話になってる。帝国ホテル違うんで行ったんだけどなとかいろいろ知ってるから、うん、あまあでも正直今もそんなに上流階級のオーナーをされていないと。一応上流階級一応ね、うん、ただ育ちはすっごい悪い、ね、そう育ちはまあそうなんです。オーナーで顔に出ちゃってるから、建築屋さんの、うん、建築屋さんっていうか大工の娘ですかね、彼女は、ね、そうですね。根本直子さんね、うんうん、根本直子さん本名知っちゃったわ。みんな検索しようぜ、うん、根本直子さん。 YouTube がね、 Facebook ライブ消される前に、はい、7を保つで、はい、7を保つだ、なほこ、なるほど。それで、まあ、ここで自己紹介、皆さん自己紹介終わりましたか、うん、ちょっとだけ真面目な話を、もともと今日の番組のだんだんノリそういうノリじゃなくなりましたけど、うん、実はエルサレム情勢と北朝鮮情勢なんですよね、うん、このノリで話せるかっていう問題がありますけど、エルサレムことをいっぱいある。あ、どうぞ。ごめんなさい、なんかいっぱい喋っちゃって、はいはい、エルサレムなんですけど、うん、私も去年おととしの11月に行ってきてるんですけれども、はい、その今報道されている中でイスラエルの方がいかに日常的にあのパレスチナの方々にどんなことをやってるかっていうことがスポッと抜けてて、はい、でだんだん NHK の放送とかもあの、うん、こうだんだんアメリカ寄りになってきてるところがありまして、うん、はい、私催涙ガスをはい、ベツレヘムで浴びたんですよね。え、催涙ガスなんですかそれ。催涙ガスが毎日午後3時になると、うん、ベツレヘムってあのキリストが生まれた町って言われてるところの町 の、はい、あの大学の前で自然工学みたいな学部があるんですけれども、うん、その自然といかに融合して暮らしていくかっていう学問があるんだけれど、うん、その大学の先生のところに行ったら、うん、午後3時ぐらいに黄色いマスタードガスみたいなのが街中に広がって、街中に広がる、あれなんか工事現場かなと思ったら、はい、みんな部屋の中入り始めて、はい、いつもなんだよねっていう話をしていて、うん、でマスタードの匂いが鼻の奥にずっと残る感じで4日間ぐらい消えなかったんですよ。体調とかやっぱり悪化したりしましたか。喉が痛くなったり何か後遺症とかは起きました。まあ、3日間具合が悪くなったというか匂いが残った以外では、うん、食欲が倦怠したりとかよくわからない、うん、そもそもエルサレムって西エルサレムと東エルサレムに分かれてるんです、うん、ね、だからそのこと自体も誰も言ってない、うん、でなおかつそのエルサレム、西エルサレムと東エルサレムに全てが5つに区分されてて、うん、要は聖地とされてるところ、はい、それとユダヤ人自治区、キリスト教自治区、うんうんうん、それと、イスラム教自治区とアルメニア人自治区ね、うん、こういう4つに分かれてる、はい、でこの4つどこでも全部に マスタードガスが流れますから、全部にね、すか、全部流れます。うわー、こんなもんあのイスラムパレスチナのところだけじゃない、全部流れるから。なぜそんなこと。だってみんなでやり合ってんだ。あ、みんなでやり合ってんだからもうどうしようもない。普段から奪い合ってるってことですね、うん、いや圧倒的な財力と攻撃力の差があるっていうことは言いたいですよ。いや一緒じゃない、うん、宇田川さんそれ一緒じゃない。一緒、なぜならね、税金を、僕あそこ6回も行ってんだもん。え、6回もパレスチナの人たちの方がたくさん払うんですよ、うんうん、ところがその学校に行けたり、する人たちの割合も少ないし、うん、その仕事全体の給料も少ないで、受けれる公共サービスの質も悪いんですよ、うん、というのは、パレスチナの人たちが住んでる家の上にはタンクが置いてあるんですね、うん、なんでタンクあるのって、水道あるのにって、うん、レナ水道はしょっぱくて飲めないっていうの。ほう、ってしょっぱくて飲めない、なんか窒素入れるとか分かりにくいです。だから具体的にしょっぱい食塩が入ってるんですか。食塩が入っていて、飲料水では飲めないレベルのものがやってるんで、なんで飲む水は別にみんなタンクで買わなきゃいけないって、ライフコスト考えてみてくださいよ。なんかそういったものすごい、入れてるんじゃないけどね、
あれ何が入ってるんですか？なんでしょっぱいんですか？要はもともと土管で入れてるわけ、はい、でイスラエルの方は確かにお金があるから、うん、日本と同じ水道管って2種類あるんですよ、はい、で塩ビでやって上から圧力をかけて、うんうん、ね、こっちで圧力をかけてるからこういうふうに上がったところで、うん、こう蛇口から水が出るタイプ、うん、だからそうじゃないときは大きいビルの場合上にタンクを貯めてこうやって下に下ろす、はい、その重力でだから蛇口ってひねるとすぐ水が出てくる、うん、そうじゃない場合っていうのは基本的には通常の土管、あのよく昔あのサザエさん の空き地に置いてあるようなね、はい、あの土管、あれ土でできた土管、本当にこの土管でここに流してここから全部井戸みたいにポンプで汲んで水道にする、はい、でこっちの方が断然安いです。ちなみに言うと中国とか韓国全部このタイプ、日本は塩ビのこの上から圧力タイプですね、うん、でこの実は同じ自治区の中で全部行政が違う、はい、で自治区ごとに行政が違って、実はあのイスラム教っていうのは水を分ける、記者喜んで捨てるって、ね、はい、あのみんなでやった時にイスラム教めちゃめちゃ僕は友達多いですから、うん、だってインドネシアでもサウジアラビアでも行ってるからね、うん、だからあれだけども、その記者の文化があるから、うん、その記者の文化ってイスラム教は何をやってるかっていうと、水を支配することによってイスラム教徒を増やしてるんですね。なるほど。だからその時に土管を作るんですね。でこの土管に飲める水があると困るんですよ、うん、なんで飲める水があると困るかっていうのは、スンニ派とシーア派が分かれてるでしょ、はい、なんで分かれたか知ってます？ペルシャは水があるから、サウジアラビアは水がない、はい、だから水がないところの宗教が水があるところに行った瞬間に、こんなのやってらこんな戒律守れるかって言ってシーア派が出来上がっちゃうわけですよ、はい、これと同じパターンをメッカでやって、だからここに絶対に水が蛇口でひねって出てくる水があったらイスラム教自治区は成り立たないんですよ。そうすると土管があるけど、あそこの砂漠 砂漠のはもともと海に近いところだったから塩が強いんですね、はい、だから土管そのものが塩が混じった土管に水を流してるから飲める水流したって塩っぽい、うん、それに対してこっちは塩ビでやってるから飲める水、同じ水流してるから飲める水が出る、キリスト教も塩ビでやってる、あ、土管が違う、アルミニアもやってるから、その、はい、だから土管が違うの、なるほど、水道の方式が違うの、だからそういうことまできちっと言わないとダメなの、言うならそこまで言わなきゃダメ、言わないんだったらそこまで調べないで何も言わないよ、じゃわざと塩を入れてるわけじゃない、うん、っていうことか、うん、それだって僕はあの、はい、韓国でも水道やってるし、はい、中国でも水道あれだし、中国なんかダムも2つぐらい、ね、あの昔の会社時代だけど、はい、会社で金出して作って全部やってるの、うん、全部知ってますよ、水道を作る会社も違いますよ全然作る会社なんかやってないけどやってりゃだって支援でやってりゃいつの間にか身につくじゃん、そんな、そうですよね、なるほど、だから水はそうやってやってくんですよ、うん、だからなんであそこだけタンクあるんですかって、いやそれはイスラム教徒だから、うん、僕はそういう説明で、なんでイスラム教なの、いや水で支配してるから、だからタンクでやってるだけじゃなくてこういう壺でみんな水で持って歩いてたでしょ、あそこ、はい、あれそういうのってどういうことって言ったら、それを水でやり取りする、だからイスラム教、例えばね、イスラム教の銀行って利子を取っちゃいけないんですよ、利子と、あ、イスラム教は利息を取っちゃいけませんよね、はい、じゃあどうやってこれを銀行って儲かるんですか、これが答えられなかったら今の水の話はできない、国民の税金が、最後は銀行が水を売るんです、銀行が水を売る、売ってるから、なるほど、銀行から水を買ってくださいね、貸しますよ、で元本を返してくださいね、利息分これ何リットル買ってくださいね、いくらですよ、こういう話、そういうことなんですね、もう全て水で、だからその宗教を知らなかったら絶対わかんないから、日本人って宗教と民族と軍隊知らなすぎ、そうか、だからエルサレムの話なんてのもそういう話で、宗教が違うことがこっち側宗教通りやってるのを差別だっていうふうに他の人が見てる、なるほど、パレスチナ差別なんかしてない、パレスチナの政府がそうやってる、パレスチナの政府が、まあ、そもそも水は、まあ、無料なのは日本だけですよね、そこら辺の概念が違うっていうことですよね、蛇口ひねって飲める水が出るのは7国しかねえんだ、国連で198カ国もある、なるほど、で特にイスラム教という文化自体が、あの水によって売買ずっとしてきたから、そう、ユリアさんも知ってると思う、日本って浄水と下水しかないでしょ、はい、他の国って中水ってあるんだよ、中の水って、うん、これはね、中水って下水を浄化して飲めないけれども、うん、あのトイレの水やなんかには使える、これ中水っていう、中水っていう概念知らない人たちはもう水語れないから、世界では、なるほど、浄水、下水、そして中水もあるっていうことか、なるほど、そういう使い方をしてるってことなんですね、はい、日本では全然考えられないけども、はい、やっぱり国が変わって文化が変わると、うん、
もう我々の考えてるのと全く違う世界が広がってる。宗教っていうのは、はい、生活環境と自然環境に基づいて出来上がるわけですよ、はい、それでそれにおいて宗教ができて戒律ができて、その戒律に基づいて法律ができてくるんですね、うん、だから日本みたいに水と食料がね豊富なところなんていうのは困った時の神頼みでいいよ。もっと恵まれてますもんね。だって別にあるんだ、はい、別に神様に頼まなくて水も食料もあるじゃん。そうですね、極みでも何でもあるんだから。ただし、うん、今度じゃあサウジアラビアとかあのオマーンからサウジアラビアに行ってみたらいいんだ。あのすごいですよ、もう一面砂漠で、うん、あどうしようここで迷って俺死ぬって本当に、うん、全然生きてても思いますし、うん、ここに20リットル の、 あのでっかいタンクに水があったって思いますか、うん、あ俺死ぬかもって本当に思う、うん、ここはイスラム教でアラハの神しかいないんだなってやっぱり自分で実感できる、うん、みんな都市部しか行かないでしょ、うん、いや僕サウジ行きました、お前行きました、カタール、都市部しか行かないでしょ、リゾートしか行かないでしょ、砂漠通ってみればいいじゃん、うんね、それで、ね、その辺サソリがちょろちょろちょろって歩いてるやつ見りゃいいんで、うん、それからだって変わる、うん、で水の問題から入りましたけど、はい、まあ具体的に今一番の危険性が、うんまあ、中東第4次中東戦争が起きるかっていう問題に突っ込みたいんです。エルサレムの問題っていうのはもうザクって言っちゃうけど、はい、エルサレムの問題ってただあれは何が問題かっていうと、はい、基本的にはそもそも、うん、あれはアメリカが悪いのっていうかトランプが悪いのよ。まあそうですよね、まあ保守派の宇田川さんでもそうおっしゃるわけだから、例えば明らかに悪いよ、悪人ですよね。僕なんかいつも言ってるのに、うんね、クシュナーっていうのが3年前にニューヨークのマンハッタンのど真ん中に367っていうビルを建てたわけ、うんね、ここのビルのねオフィスビルの稼働率がだいたい 50%、はい、で基本的に埋まってないわけですよ、うんうん、マンハッタンにねすごい金かけてやって、で減価償却でやってね、要はね日本円にしたらだいたい20ちょっとレートが、ね、相場があるからあれだけど、うん、大体27億円ぐらい毎年赤字、うん、この赤字をどうやって埋めるかって言った時にトランプが大使館の移動ってこと、うん、なるほど、要するにそれがユダヤのイスラム教だから、うん、ユダヤ教のクシュナだったら買えるわけじゃん、はい、それでそれ買ってそれで27億円分を上乗せしてアメリカ借りたらいいんでしょ途中、うん、でも笑って助けてやろうねっていう話。昔あのツインタワーで911テロあったじゃないですか、うん、あれもそのビルを老朽化してるのをロックフェラーの建物じゃないですか、うん、でテロっていうことにして、うん、その直前にテロ保険かけてそれで全部補ったっていう話があるので、うん、じゃあそれもぶっつけあのテロを起こしてドッカーンって。ロックフェラーはユダヤじゃないからね。えそのロックフェラーは全然ユダヤじゃないよ。ではアメリカのアメリカ人の石油屋でユダヤ人の金を利用しただけでしょ。うん、みんなユダヤ人の資本をもらったから、うん、単に秘密結社に入ってるだけ。全然関係ない。宇田川さんはトランプさんがエルサレムに大使館を、移すっていうことに対しては賛成なんですか反対なんですか。どっちもいいんじゃない。そのイスラエルとアメリカの関係のことを僕がどうこう言う話じゃない、うん、日本人だもん、うん、日本が移すってはちょっとまずいんじゃないっていうけど、うん、まあ確かに、うん、ライフラインはイスラエルの方がちゃんと整っててテルアビブの方が閑散としてるってなんか聞いたんですよ。そりゃそうよ、ね、だって人が訪れる人の数が全然違う、うんうん、なんかテルアビブ確かに閑散としてた、うん、そうですか田舎都市みたいな感じだった、うん、どっちにしろあんまり美味しい食べ物ないからね、うん、なんか豆つぶしてあんこみたいなとこしか、ユダヤ料理がそう、うん、なんかあの、うん、この感覚え伝えら、うん、大丈夫かなあの、うん、本当に隣同士にキリスト教とユダヤ教とムスリム教 の、うん、あの聖地が本当500メートル四方の中に全部あって、うん、本当にあるんですよ、うん、あたりすごい言われてることなんですけど、うん、行ってみたら超びっくりした、うん、行ったことないんでなんかこう迷路みたいなのがあって、うん、旧市街っていうところがあって、うん、いやお金いくらぐらいかかるんですか行くの。今スイッチだと18万ぐらいで行けますよ。そうですか。スイッチだと18万ぐらい。あ、そうか、行かしてもらったら、ね、そうそう 誰かにちょっと払ってみたいな。いいな。すごい勉強になりますよ。だから、あの、うん、おばさんはキリスト教徒だけど、うん、おじさんはユダヤ教とか、うん、なんかみんなね、ぐっちゃぐちゃだよ。行ってみると。だって、こんな500メートルなんだもん。それは血が混ざるし、そんな綺麗に、だってアラビア半島のね、アラビア半島のイエメンから公海、ベニの海って書くね、あの公海沿いの人たちってね、あなたの先祖って誰ですかって聞いてみました？聞かれたらいいですよ、あなたの先祖誰って言ったら全員モーゼって言うからね。へえ。モーゼなんて自分たちはヘブライ人だって言うんだから。なるほど。ね、だからウサ
マ・ビンラディンなんていうのは、うん、あのあれでしょ、あの自分はあそこの出身だから俺はユダヤとかキリストをそんなに恨んでないとか平気で言うからね、生きてた2003年インタビューに答えてるけど、イギリスの BBC、うん、そこで言ってるの、俺はそうで、あなたは何のためにテロやってるんですかって、私はヘジャージ王国のあの最高のためにやってるんですって、全然わけわかんないこと言い出すからね、イスラム教のための一言だよ、彼は。まあ、二世三教徒ですもんね。宇田川さんのご見解では、2018年、ズバリ第4次中東戦争起きますか、起きませんか。中東戦争って何、はい、誰と誰が戦う戦争なんですか。まあ、そうですね、アメリカが支援した上でのエルサレムとパレスチナですね。その、まあ、今紛争が起きてます、その紛争を激化して、アメリカも介入して。これ一緒ですね、うん。そっちはないんじゃない。ないですか。それは何より先に。はい、てか、それより先にサウジアラビアが崩壊するだけだ。サウジアラビア崩壊するんですか。うん、多分部族ごとにちっちゃい国家になるんだよね。で、それと同時にシーア派対スンニ派の戦いが始まって、だから中東戦争より先にイラン、旧イラン・イラク戦争みたいな、シーア派とスンニ派の戦いが始まると思うけどね。サウジアラビアって部族崩壊して、でもすでにイランとサウジ、あるいはイランが支援しているイエメンのクーシ派とサウジアラビア、すごい戦いでしょ。だってシリアだってそうでしょ、アサド、シーア派アサド対スンニ派の、うん、あのあれとの戦いじゃない。だって考えたらもう全部普通にあれじゃない、別にシーア派とスンニ派の戦いがあるだけじゃない。そうですよね、みんなアサドとか、なんか突然アルビー派とか、いやパレスチナとか言ってるから分かんないだけで、誰がシーア派で、だから色分けしたいんで、シーア派とスンニ、ビャーって。なるほど、アサド政権はどうのこうのかじゃなくて、すぐ分かる。シーア派とスンニ派の戦いですね。そのメディアが、まあ、おバカな国民用に簡単に、超簡単に言っちゃってるわけですよね。だから、あの要は悪代官がいて、水戸黄門がいて戦うみたいな、そういうようなあの構図でニュースを伝えるからおかしいだけの話で、そうですよね。そうじゃない、宗教とかきちっとあれば、それに合わせて神様っていうのは全然違うんだから、同じアラーの神なんて全然違うんだから、それをきっちりやったらいいだけの話。まあ、スンナ派とシーア派っていう言葉自体知らない国民の方が多いでしょうから、だから言ってみれば大田区と江東区みたいなもんだってことだよね。ああ、そうなのかな、そうなのかな。どちらかというと江戸川区と江戸川区でしたっけ、江戸川区と船橋の違いじゃないですか。あ、船橋と江戸川区ちょっと川越えちゃうぞみたいな。あ、なるほど、なるほど。でも都営線は越えて行っちゃってるっていうね。でその上こう、ほらあの古い言葉ですけど、ここあのここの世代の分かる、はい、ね、あの差別用語ですが、あえて差別用語言っちゃいますが、はいはい、あの何ですか、あの田舎者のこと、軍玉千葉城とか言ってたでしょ、昔。ああ、千葉城言ってましたね。軍玉千葉城知ってる？知ってる？知らないでしょ。軍玉って言うとお前別な玉のこと思い出すだろお前は。ヘチマの玉？え？ヘチマの玉？軍玉。軍玉。それ金玉だっつの。それ金玉。軍玉千葉城。だからね、ザ・ナンバーワンバンドがね。ね。すごい全然古い話をしちゃってザ・ナンバーワンバンドは誰も知らないね、多分ね。千葉らぎなんつったら暴走族で有名な話じゃんね。そうなんですか。ほんとブイ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 つって、宇田川さんにちょっともう一つ質問があるんですけど、はいはい、またゆりやさん、はい、あの質問のことじゃないですか、にもなん皆さんにもなんですけど、はい、そのエルサレム、イスラエルのフリーメイソンがあるじゃないですか。でフリーメイソンって各地にある、うんうんですよね、はい、で海外行くとフリーメイソンの拠点とか行って、あ本当にあるんだって見学してきたりするんですけど、うん、関さんの番組によるとイスラエルのフリーメイソンは、ムスリムとキリスト教とユダヤ教徒のマークが合体してるのがそのマークになっていて、で2017年18年、その宗教の分離をもうみんな調和するみたいなことをゴールとしてるっていうじゃないですか。へー、で初めて聞いた。なんか関さんの番組大好きでいつも見ちゃうんだけど、やりすぎ、ひょっとしてどうかっていうのはちょっとまた、ただマークがそうだとすると何かそういう精神、それ宗教がね、もともとゼウスっていうか全知全能の神がいるでしょ、はい、ね、それで昔はちゃんと神と一緒にいたわけです、はい、でこの神のが一個にだんだん統一されて、統一されてっていうか駆逐されて、一番初めに啓示者っていうのはキリストっていうのが出てくるんですよ、はい、でこれはキリスト教ですよね。その前はあのユダヤがいて、でこのキリストより前のキリストの初めに戻ろうとかって、これがプロテスタントとカトリックの争いがあって、はい、でこの後にしばらくして、いやキリストも古いんだと、ね、中東のあれと合ってないんだと、ね、でムハンマドっていうのがいて、こいつが新しい啓示者なんだ、だからこの古いやつを捨てて新しいのにすべきだっていう話で、神は変わってないんですよね、彼らは、はい、
でこの、ね、全知全能の神アッラー、この人たちはアッラーという同じ神様のことを呼んでるんだけど、うん、このアッラーが中東の神々を全部駆逐して、はい、アッラーが唯一の神になったんだっていうのがムハンマドの主張でしょ。はい、ということは別にキリスト教と対立概念じゃないんだよね。現代はキリスト教とイスラム教っていうのは並列してんだけど、うん、彼らの概念では古いものと新しいものっていうイメージしかないから、うん、だから別に一個のマークで一緒にやったって同じ神様やってる、もともと一緒になったわけですもんね。一緒にやってもおかしくはない。エルサレム移転っていうのは基本的に私はまあ反対してるんですけれども、ひょっとしてこれはその一つの宗教に合体していくというフリーメイソンの人たちが考えてるビジョンにのっとった行動なのかなとか。二つの意味があって、一つはイスラエルという国家を認めるんですかっていうイメージがあって、このイスラエルの首都というのはどこなんですかっていうイメージが一個あるわけでしょ。はい、でイスラエルのイメージっていうのはエルサレムっていう場所なのか、それともテルアビブっていう違うところなんですかって。エルサレムは全部の宗教のために、ね、はい、あのイスラエルというユダヤ人の国家が独占するんですかしないんですかっていう話が一個あって、それともう一個はあのその宗教の中に今度はじゃあ大使館を移すときにどの自治区にアメリカは大使館を移すのっていうこの問題があるわけでしょ。キリスト教の自治区に移すには勝手にやりゃいいじゃん、アメリカキリスト教の国の。でも私がイスラエルに移転するっていう話っていうのはあれなんですよ、あの、まあ、ユダヤ人っていうのはあれじゃないですか、あの流浪の民だったわけじゃないですか、はい、国を追われて、うん、国を失って、まあ、世界中に散らばって、うん、でもようやくイスラエルっていう国に戻って、うん、であのイスラエルに戻り、であのエルサレムを一応奪還したというか自分たちは主張してるけど、あの世界的には認められてないけど一応奪還したと。で彼らの最終的な悲願っていうのが、うん、そこに神殿を建てることっていうのが、ソロモンの第三神殿ですよね。そうそうそう、第三神殿ということで、はい、で結局そのイスラエルの首都エルサレムっていうのに認めるために第三神殿を建てるっていうので、そのエルサレムの中にあの神殿研究所っていうところあるの知ってますか。はい、なかった。あるんですよ。そして神殿建設しようで委員会が今あって、なんかその辺にどんな神殿作るつもりなんだ。ソロモンの第三神殿、そう、その神殿の横に作るやつよ。すごいですよね。あの神殿に飾る調度品とか全部工場でなんかもう着々と作ってて、そうですね。そう委員会ができていて、ネタヤフ首相が支援していて、そう、もう建設の計画が着々と進んでて、でなおかつパレスチナあれだけやってるけど、あのあれだもんね、トルコのエルドアンは支援してた。あ、そうなんですか。エルドアン首相もエルサレムネタニヤフ仲いい。建てるってことで、でもその建てる場所っていうのがモリアの丘で、そこにはね、うん、あの岩のドームが建ってる、うん、イスラム教の、うん、邪魔じゃないじゃん。それをどうするかっていう、なんか私行った時に前はみんな入れたのに、うん、今は時間制限があって、うん、ムスリム教徒のなんか特別な資格持ってる人しか入れないからって言って、うん、私入れなかったんですよね。いつ行かれた、いつだっけ、うん、去年の11月です。あ、最近ですね。めっちゃでも大体そのイスラム教徒がモスクに入れないっていうこと自体本当はおかしいんだ。おかしいです、うん、すごいストレスが溜まってるって言ってました。だってそうでしょ。おかしいって、だってだからイスラム教徒の今度スンニ派っていうのはまたいくつの派閥に分かれてるわけですよ、うん、ね、まずはアラブスンニ、ね、うん、アラビアのあの辺のスンニ派、うん、これ何かって言っても一切 あれですよ、偶像を認めない。あ、偶像認めない、偶像を認めないってことはどういうことだと、モスクの神聖化も認めない。だから僕らがモスクに入って、ね、あー疲れたっていうと、なんかイスラム教のおっちゃんたちが来てスイカとかくれて食べるとかモスクの中ですよ。僕は普通よ、水も飲むとか言いながら、困ってるの大丈夫、どこホテルあないんだと打ち止めてあげるよとか、全然僕なんか異教徒そのままなる、ところが今度アジアスンニっていうとインドネシアとかマレーシアとか、もうモスクを神聖化しちゃうね、中央アジアもそうでしょ、だからモスクを神聖化する、ね、それとアフリカスにもうこの辺おまじないが出てくるんだ、とうとう。だって土着の宗教と一緒だから、ね、エジプトとかあの辺はいいけど、もうちょっとねあの辺に来るとね、もういろんなおまじないでこんな 石かなんかあって、それでこの石は神様が宿ってるかって、いやそれ偶像だよねっていう、そこにいくらでも入れたくなるそうだね、それ。これともう一個、ヨーロッパとかアメリカのスンニって言って、もうこれはもう本当テロリスト呼び組みたいで、これは原理主義なんですよ。でこの4つにスンニ派が分かれてるっていう、まずここを理解しなければイスラム教は分かんない。なるほど。でイスラム教はだからさっきねおっしゃられたパレスチナっていうのはこの中のどれをやってんのっていう話からしない。どれなんですか。原理主義派なの彼ら。
原理主義派だから一番原理主義、うん、あの自分たちは聖地の近くにいるから原理主義だってヨーロッパ寸2に近い考え方なんで、うん、だからサウジもトルコもパレスチナを支援しない。なるほど。イスラエルと仲いいっていうのは原理主義は我々は無理ですよ、うん、でもう一個今度スンニへのアラビアスンニの中で言うと、うん、アラビアスンニで同じスンニ派で同じスンニ派のコーランをイスラム法を法律にしているのになんで国家が分かれてるんですかって話が出てる、うん、みんな権力だなんだっていうか、うん、そうではなくてコーランの解釈が違う。日本でも憲法の解釈が違うように、うん、コーランの解釈が全部違ってその解釈によってうちはこういう解釈で法律を運用しますよっていうことで一個の国家で、うん、こう解釈するからできますよ、うん、イラクこれも全部違うわけでしょ。だってイラクとサウジなんて接してるのにエジプトも接してるのになんで違う国家で入れるんですかってこれ法律の解釈が違う、うん、コーランの解釈。なるほど。だからコーランの解釈も統一ではない、はい、だからパレスチナっていうのは別だって言ってるんです。レバノンも別だしヨルダンも別だし。なんかそのパレスチナの側の方々のホテルにも泊まったし話も聞いたしホームパーティーにも行った側としてね、うん、やっぱり言いたいのは彼らねすごく日常が不便なんですよ。なんか宗教とか言うとすごく自分たちとは関係ないみたいな感じになっちゃうけど、私はあのいろんな宗教の人はリスペクトしながら自分は芸術の神様を信奉しているので、まあ、無宗教なんですけれども、でもね不便とか日常生活が苦しいのは見てられないんですよ。チェックポイントがあるんですよ、うん、壁があってね、うん、でそこにパレスチナのイスラエルの人たちはスルッて入れるんだよ、うん、でもねパレスチナの人たちは行くとやはりなんか身分証見せてくださいとか言って、うん、差別がそこあの何キロ離れてるところ行くために、うん、3時間とか人によっては6時間とかね、うん、待たされなきゃいけないんですよ。これなんとかしないとダメ。何かそういうことを抜きに、うん、あのトランプさんのでもそれ戦ってるとしょうがないんじゃない。しょうがなくないと思う。だって考えてみてくださいよ。隣の町に行っておばさんに会ってじゃあパイでも届けようかなみたいな、うんうん、もしくは学校に行きたいからあの通学しようかなっていうのにいちいちね通学の行くも帰りも何時間も待たされたら、それはトルコの人がヨルダン行くのにシリア通らなきゃならないか海渡る。いやいやそれ国変わるとかじゃないんですよ。一緒一緒全然違いますよ。だって本当に近いんだもん。いやだから宗教が変わるのって国と変わるのと変わらないもん。なんかあそこをもっとスムーズにしないとパレスチナの、ね、学生の子が私が撮ったヘブロンの、ね、テロ現場行ったんですよ、うん、イスラエル軍が行って2人の人を殺してこの辺壁とか天井に血がついてるところ行って、うん、私のおじさんが殺されたっていうね、うん、14歳の子にインタビューしたりして動画撮ったんです、うん、YouTube にアップしてます、うん、その英語字幕を、うん、アラビア語から英語に字幕をねそのパレスチナの学生さんがやってくれるんですよ。すごい有能な子だよ。21歳でシャ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 って英語にすぐ翻訳して、うん、でも彼の働く場所がないっていう。だから私親戚のおばさんみたいな気持ちになっちゃう、うん、なんかこう宗教とかどうでもよくはないけどまあそれぞれあっていいと思うんだけど、うんうん、あまりにね不平等な状況に若者が置かれたりする、うん、その塩水があのイスラエルがやってるのかそれとも私が不勉強で、アラブの人たちの慣習なのかはわからない。でも水は直すべきどちらであっても、うん、あと通学路で何時間も待たされるみたいなことはどんな宗教の方であっても良くない、うん、国連の子ども憲章がありますから。それはイコール宗教捨てろって言ってるんだよ。違いますよ、うん、宗教はあってもどの宗教の人もちゃんと人権を守られなきゃ。日本的なねあの困った時の神頼み的な宗教の感覚でいればそうなんだ、うんうん、あ向こうの人たちは宗教になければダメなんだ、うん、だって宗教が法律なんだから、うんまあ、宗教コーランが法律を上回ってるってことですよね、うん、コーランのもとに法律が作られてるってこと。僕はインドネシアのアチェの地震があった時、ねはい、シーンに行きましてあれ12月26日に津波が、うん、あ28か高さんってすごいいろんな体験をされて、ね、それでその時に、ね、僕は1月3日に行ったんだから、すごい、ね、それで1月3日に行ってねそれで1月10日まで10日に小泉純一郎の人は10日だ。僕より先に行ったの国境なき医師団の人たちだけ。すごい。それでさその時にさ、うん、ここにさ日清がねジャカルタに工場があるから、はいはい、カップヌードルがねもう山のように積み上げられてるのに目の前に餓死してんの。なんでですか。カップヌードル山だよ餓死してる。うん、なんでカップヌードル使い方が分かんない。ラード使ってるから食べれません。豚ここ、ね、なるほど。
この人たちに宗教を捨てて食いなさいって言える？これと今同じ話してるんですよ。恐ろしいですね、あれも。僕はその時に何をやったかって言ったら、まず先にジャカルタ戻って、インドネシアの宗教大臣って、宗教大臣にこうこうこういう事態が起きてると、で写真撮って、あの当時スマホなんかないからさ、こういうでっかいデジカメでこうやって見せてさ、こうやってこうだよ。そしたら今度インドネシアの大臣が、こう一緒にちょっとリヤド行こうって、サウジアラビア行って、それでサウジアラビアのあれ行って、今度メッカに行って、メッカに行って許可証もらって、それであの命をつなぐために豚肉を食べることをイスラム教とアラーの神は許しますって紙をもらって、それを配る。それからじゃないと食わないんだ誰も。さすがその紙をいただいたらちゃんと。これが普通、宗教の世界では人権の関係ないから、食おうとしたら子供がお腹空いてるから食おうとしたら親が止めるんだよ。これが宗教の世界です。なんかエホバの証人であった事件みたいですね。輸血を拒んで、なんか輸血を拒んで死ぬって、あれと一緒。まあ、でも日本の踏み絵もそうですよね、踏んじゃえばいいのにって、まあ、無信仰私は思いますけど、まあ、拷問されな苦しんでもいいから踏み絵は絶対踏めないって原理主義者の方々思ってるわけですよね。だからで今言ったのよりもっと不便なのは、あのあれだもん、今ハンガリーのブダペストのキリスト教徒なんかめちゃめちゃ不便だからね。だって300人の村に4000人イスラム教徒が来て、それでドイツのメルケルはもっと移民を入れろって言ったでしょ。それで今まであったキリスト教の教会を全部壊されて、それでキリストとか全部やられて、ここはモスクですっていきなり言われて、もう300人の人たち泣くに泣けない状態。その状況になってるキリスト教徒が山ほどいる。これがハンガリー。だからハンガリーはもう今 EU から抜けるっていうふうに徐々になってるし、オーストリアはそれを見てダメだっていう話になってるわけでしょ。だから宗教って、じゃあイスラム教もあのキリスト教徒にあなたイスラム教になったらどうですかって言えないでしょ。言えないですよね。イスラム教徒にあなたキリスト教、じゃあ、はい、あんたこんなとこやんないでこういうふうにやればいいでしょ、わーって移民が来ちゃって、ただね、それも不法入国で山ほど来てね、じゃあその人のたちのためにモスク建てれますか、税金でっていう話じゃん。まあ宗教を捨てるとは言えませんけど、こう世界中の宗教ってもともとは思想は一緒のものじゃないですか。でそのブダペストにいるイスラム教徒に聞きゃいいんだって。じゃあ なんであなた方はこれを壊すんですか、さっき言ったじゃない、古いキリスト教は古い宗教なんだ、我々新しい方が勝ってんだから変えていいんだ、これがイスラム教徒。なんだか非常に悲しい現実ですよね。でもともとは一つの宗教だったのに、言いたいことは一緒なのに、結局宇宙自然とつながっていて、まあ、人々は愛し合いとか戦ったりいけませんってことを言いたいのに、結局はまあ宗教学の問題になってしまいますけど、まあ、宗教って結局国家がですね、あの国民を統制しやすいように作ったものといっても過言ではないじゃないですか。例えばキリスト教にしろ、まあ、ローマ教皇がですね免罪符みたいなものを配ったり、まあ、日本にも昔仏教に免罪符ってありましたけど、それで金儲けを考えて、まあ、人々を統制し洗脳し支配しやすいように作ったといっても、まあ、過言ではないと思うんですよね。それが今も生きて、それによって戦争が起きてしまっているのに非常に悲しい現実ですよね。今イスラムの悪口ばっかり言ったけど、別にキリストだってめちゃくちゃなことやってるし、そうですよね、バチカンは腐ってますからね、やってるし、ユダヤ教だってろくでもないとも思うしね、だってでなおかつ今度イスラム教にもいい人は山ほどいるし、いユダヤ人にもいい人はたくさんいるし、キリスト教にもいい人はたくさんいるし、でしょ、それ人個人の問題だからね、最後そうですよね。ね、神の解釈をどうする、じゃあ例えばジハードってじゃあ何、爆弾巻きつけて死ぬことなのって全然そんなこと書いてないじゃない。でもジハードなんでしょ、あれは。まああれも結局国の、まあ、支配層が勝手に、まあ、ジハード、まあ、あのジハードのために他の宗教の信仰してる人は殺してもいいんだというふうにやっちゃったんだじゃないですかね。十字軍もそうだし、そう自分の空いてる時間を宗教のために使いましょうって、そういう運動でしょ。なるほど、自己犠牲じゃないからね、全然意味が違う、ご役ってことですよね。空いてる時間を神に捧げましょうって話なんだ、それを神に捧げましょうだけ言って、それが空いてる時間がいつの間にか命になって、それで爆弾巻きつけて死ぬ話になってるわけでしょ。じゃあそれの解釈違いますよって誰かが言わなきゃなんないけど、まあ、そう言ってばそう、まあ、キリスト教だと十字軍がまずそうですし、日本のね、あの戦時中の神風特攻隊とかも、まあ、似た原理だと思うんですよね。自分の命を神のために捧げても仕方がないというふうに、で自分でその神風はちょっと違うんじゃないか。そう違いますかね。
あれはだって強制的に生かされたんだからね、まあ、強制的に生かされたけど思想は一緒じゃないですか、うん、まあ、アメリカ人なら殺してもいいんだ、自分が身が犠牲になって殺してもいいんだとか、まあ、キリスト教の十字軍もそうよね、まあ、キリスト教以外の、 あの異端信仰の人は別に人間じゃない殺してもいいんだみたいな思想は結局は一緒で、うん、まあ、その国の支配層がそういうふうに洗脳してるわけで、そう、邪教の人たちは殺していいんだっていうし、そう、あのあれがだからあの IS だったしヤジディ教なんか完全に虐殺したでしょ、うん、そうですよね、うん、だからあれなんかまさにひどい例の一個だよね、うん、だからあのそうやって考えてれば何がいけないのっていう話って、はい、多分宗教そのものではなく宗教を解釈してる人がいけないわけであって、確かに、うん、解釈してる人って人間じゃないっていう話を、はい、きっちり見てればいいだけの話でしょ、うん、でその人をどうやって排除するのっていうことを考えなければ意味がないわけで、ね、あの人はかわいそうですとかね、いやどうのって、だ宗教信じてんのしょうがないじゃん、うん、それか神を捨てるかどっちか考えないよ、まあ、信じるのは人間、神を捨ててても私はやはり言いたいのが最低限の人権は守られるように社会を変えていった方がいいと、いやだから人権と神のどっちを優先しますかって彼らに聞きゃいいんですよ、彼らに聞くんじゃないですよ、だって彼らは2時間待たされるのを望んでるわけじゃなくって状況がそうなってるだけだもん、でイスラム、エルサレムでマスタードガスはどのエリアでも飛んでますよって言ってましたけど、私考えてみたらエルサレム4日間ぐらいいたけどパレス、あのベツレヘムでしか催涙ガス浴びてないですし、そのイスラエルの人たちが催涙ガス浴びたっていう話は聞いたことないですよ、私はない、じゃあその根拠を教えていただきたいですけど、彼らが言うには毎日のように自分たちのエリアにだけ浴びさせるんだ、僕が6回行って浴びてんだもん、どこでですか、あの全部全部の自粛僕全部回ってるからアルメニアのところでも、誰が撒いてるんですか、誰だろう、双方にですか、私聞いたのはイスラエル軍、イスラエルの人たちが毎日3時に巻くっていうのは聞いたけど、誰が巻いてるんですか、多分あのユダヤの人たちはあのイスラムから流れてきますよってことか、彼らにそんな開発する、うん、お金なんてあるのかしら、そういった科学的な、彼らはいつも、若い人たちがナイフをで刺すとか、それがあればないって言われるけど、うん、他の武器がないからじゃないですか、でそんな風に金がの問題、金の問題ありますよ、絶対的な兵力の差があるの、じゃあなんでシリアにマスタードガスがあるの、それ話が飛びすぎてるんですよ、シリアにマスタードガスがあってイスラム教の記者っていうあの、ね、流物流網があれば、はい、間違いなくエルサレムにもあるよね、まあ武器商人が輸出入できる、うん、だって北朝鮮の、北朝鮮の、ですよ、パレスチナの方々がじゃあその催涙ガスを使ってるっていう根拠があればいいですけど、うん、この宇田川さんはすごく影響力のある方ですから、いや別に影響力ない根拠なしにそういった誘導を言ったらいけないと思う、影響力はないけど行って体験したこと言ってるだけだから別に根拠も何もないじゃない、うん、自分が根拠だもん、しょうがないよ、うん、まあ、誰が撒いてるかっていうのはちゃんと調べた方がいいと思います、待ってちょっと議論が隠れしてまいりますちょっと時間が押しておりまして、うん、ここで一気に北朝鮮の、うん、まあ、朝鮮学生の北朝鮮行っちゃう、はいはい、まあ、今日2つ話したいのでね、はい、まあ、北朝鮮も宇田川さんが多分一番詳しいと思うんですが、そんな詳しくないよ、はい、まあ2018年北朝鮮情勢今後どうなるかということをちょっと、うん、はい、巻きで簡単にご説明くださいますでしょうか、北朝鮮情勢って、はい、だって戦うか戦わないかどっちかしかないわけです、そうですね、朝鮮戦争起こるか起こらないかそして起こった場合どことどこが戦うのか、う、日本はその時どうなるかというお考えを、アメリカと北朝鮮が戦うって結構非現実的でしょ、まあ瞬殺ですよね、中国の方が戦いやすいよね、うん、で日本が戦うなんて絶対ありえないし、戦えないですもんね、日本はだいたいね70年もね戦ったことない民族が戦えるかって無理だよね、うん、まあ自衛隊も多分そこまで訓練されてないですし、ウイウイ飛んでくるミサイル落とすのって精一杯だと逃げちゃいますよね今ちょっと怖いのが木造船がどんどん流れてきているじゃない、北朝鮮から、うんうん、あれにやっぱり工作員が乗ってて、うん、こうシュルシュルシュルっと日本の中に紛れ込んで、うん、テロ起こすんじゃないかみたいな話がある、うん、工作員っていう考えもあるかもしれないけどさ、うん、あれもしかしたら、うんうん、捨て駒かもしれないんだよね、捨て駒どういうことですか、ミサイルの目標、ミサイルの目標、実験目標、あの一個だけ言えるのは、うんうん、ミサイルって当てずっぽうに行っちゃダメなんですよ、うんうん、これ世界的にどこの世界でもそうで、だから例えば IS の時に落下にミサイル空爆しましたと、でここで幹部が何人死にましたっていう発表皆さん見てますよね、うん、ニュースで、うんね、これなんで何人死んだってわかるんですか、皆
そういえば近くにいる人がいるから見えるわけですよ、ね、要するにもう中にスパイが入ってる、ね、必ずスパイっていうか工作員とかではなくて必ず見て報告する人って必ずいるんですよ、だから日露戦争の時に203高地はなぜ必要だったんですかって、203高地の上から望遠鏡を見て他のところの砲台から撃ってるのでもうちょっと右もうちょっと左って指導してそれで船を沈めていく、だからこういうふうに必ず戦火っていうのは必ずミサイル撃つだけじゃなくて必ず見なきゃいけない、この見なきゃいけないこの見る人っていうのはじゃあ日本にもし撃とうと思った場合どこなんですか、アメリカの場合アメリカに北朝鮮の人いるんですか、中国にはいるんですか、ロシアにはいるんですかって、ここをきっちり見なきゃダメで、だから国連は慌てて北朝鮮労働者を全部排除しようと、これを言ってるのはどういうことかっていうとミサイルの標的になった場合そいつらが報告者になりますよ、工作しないまでもそうなりますよっていう話なんだ、だからミサイルの報告の方ね、ならないようにさっさと労働者を全部追い出しなさいって、これを国連が言って安全保障理事会が言ってる、はい、ね、それだから中国やロシアも拒否権をやらないで分かりましたって言って賛成した、あれ全会一致賛成ですからね、棄権してないんですよ、だからそれはそういうことでしょ、だからじゃああの船の人たちはどうなのって、本来国連決議だったら捕まえて戻さなきゃだめ、日本は、本来はね国連決議だ、だから日本は今は国連を優先するんですか、あの北朝鮮の人たちを捕まえないという従来の日本の政策を優先するんですかって、どっちですかっていうのを今迫られる、なるほど難しい問題だな、そうか、あれはスパイだったのか、いやスパイとは言わない、はい、だからスパイじゃなくたって国民である以上は全部行くでしょ、で今中国韓国北朝鮮国家総動員法っていうのがあって、戦争になれば全部通報義務があるわけだから、当然それはやるんじゃない、ただし今の日本の法律は彼らを捕まえる法律はないから、ね、あの戦前みたいにあの外国人を収容するとかアメリカみたいに日本人をどっか収容所に入れるとかってそういう法律ないから、送り返すしかないってことですか、だからビザのない人に対して不法収入国として送り返す以外は今もう何にもない、でもそれは捜査して捕まえるもんじゃなくて見つかった時に返すっていう話しかできないから、基本的にはわざわざ捕まえて隔離とかそういうことはできない、私は反対しているんですが、共謀罪では、まあ私は反対しているんですが、その共謀罪ですか、海外には、あ、まあ工作品だからあのなんかキム・ジョンウンと工作共謀している事実があればあってもいいけど、それが犯罪でなきゃダメでしょ、そうか、犯罪と認定されないってことですかね、だってミサイルの撃ち終わった後その戦果を報告されたするだけだったら、まあ犯罪ではないよ、犯罪ではない、だってジャーナリストですって言った瞬間ただ写真撮って報告してるだけだったらジャーナリストじゃん、そうか、難しいところだな、落とす気満々ってことですよね、落とす可能性は多いっていうことでしょうね、落としても大丈夫なような方、いつどこでなんで落としても可能性が多いと思われるんですか、だからそうやって監察員がいるから、いや危ないじゃないですか、あるいは日本を経由してどっか他の国に行くかもしれない、行ける日本を経由して他の国に、北朝鮮から直接行けない国ってたくさんあるでしょ、はい、まあ、その場合は日本経由するのが一番いい、今世界で一番入れるパスポートって日本国のパスポート、ね、どっか何らかの形で日本国のパスポートを手に、もしくは偽造し、偽造すればねその場で捕まえられる、偽造してそのまま行くっていうパターンは十分あり得る、でも北朝鮮がもし日本を攻撃したいなら、あんなミサイル撃つほどお金かけなくても福井から原発狙えば一発だと思うんですけど、まあそうですよ ね、 それだけいるね、だって今北朝鮮系の朝鮮総連のあれで6万人以上いるわけだから、あいつらが炭疽菌ばらまきゃそれでいいんだって簡単か、別に原爆原発のそれまで宇田さん根拠なくやってないことを言いふらしちゃダメですよ、いや根拠あるよ、どういった根拠があるんですか、だって朝鮮総連の周辺と朝鮮北朝鮮の人たちのところで あれでガスマスクやなんかずっとすごい売れてる、そうなんですか、もう去年売れてると抑えてるじゃあもう実験してるっていうことですか、探索にだからそういうのあるし、あと注射器と注射針の売れてる量も全然違う、怖ー、なんかだから最近ねこの空気がちょっと違うんだよね、空気ここの空気ってことですか、そうそうそう、普通にこの大気内の、はい、これなんかやっぱりやられてるんですかね、これ知りません、そんなの、いや放射能なのかね、うん、放射能なのか、なんて言うんだろう、薄くなってるのかもしれないね、よく落ちるじゃん飛行機とか、落ちますね、ありがとうございます、だから
それはよくわかんないけど、うん、別にそれが北朝鮮のせいなのかどこなのかも全然わかんないし、うん、ただあのいろいろパターンはあると思うんですよね。全然いろんな違うような、うん、あの例えば全然違うの地軸が今だんだんワシントンの方向にずれてるでしょ、はいはいはい、1日0.4 度ずつ1日0.4 度って結構1年に0.4 度ずつ、地軸がずれてるのね。でもそんなギュッとは来ないですよね。だから1年に0.4 度1年に0.4 度それによるとそれによっていろいろとこうエルニーニョやなんかが出てくる。で当然それ地軸あの時点のあれが変わるんだから、うん、当然地軸とか磁場も変わってくるからそれによって、うんうんうん、あの飛行機が落ちるとかそういうのは科学的に証明されるかどうかは知らないけど、はい、そういうのは言われてる話じゃない。なるほど、それによってだからそこはあまり北朝鮮のミサイル電磁場も変わってくるし関係ない、うん、じゃあまあそれは自然の、はい、いつも俺が言ってる地震関係だってことだ。はい、まあ、地震の話題をちょっと軽くしましょうかね。今日は地震防災、うん、防災アドバイザーの鈴木純さんがいらっしゃって、いやいや今だってせっかく北朝鮮やったから北朝鮮でいいんじゃない、はい、うん、北朝鮮で、まあ、ジリコさんとか北朝鮮に関する予言は何かありますか、うん、2018年以降に関して、うん、はい、まあ、でもなんかノストラダムスでも2回打ち上げて2回落として、うん、でなんかそのなんだろう橋とかが崩れてみたいなそういう予言があって、その2回打ち上げて2回落とすっていうのはその北朝鮮のミサイルのことなんじゃないかっていうそういう話は出てるんですけど、ね、はい、うん、あとまあ北朝鮮の占い師たちがもう2018年から2019年にかけて、うん、まあ、ついに北朝鮮政権が崩壊するんじゃないかなっていう予言はしてますよね。ん、北朝鮮の占い師が占い師がいるの、いますよいますよ、まあ、本来は北朝鮮の法律ではそう北朝鮮法律では占いは違法なんですけど、でも 闇医師みたいな感じで占い師黒魔術国際会議やったらそうだ、あ、面白いここに連れてきてそれは面白い、でも黒魔術国際会議がですね実は、うん、本当にあるの、私 MC であんまり喋りすぎちゃいけないんですけど、興味津々、なんかトランプタワーの前で毎月行われてるみたいな、え、トランプさんをトランプを呪おうという退陣させようというのが世界中の魔術師や魔女たちが集まって呪おうと、それに対してキリスト教原理主義でトランプさんが好きな人たちが、うん、まあ、鏡を使っての呪い返しを毎月してるみたいで、じゃあダメです、ね、今のところ効果はないですね、なんか今まで私スピリチュアルとかある程度距離を取ろうってなんか思ってた節があるんですけれども、うん、今その地軸がこう 0.4 度ですか、うん、毎年ずれてることもあるかもしれないんですが、今までの科学とか宗教とか政治の概念では解決できない問題がいろいろ来てるなって感じがして、うんうん、それはあるね、なんかその時に、うん、まあ、アーティストでもあるんで、うん、なんかこう強く、うん、その次のビジョン見たいっていう感じがあって、うん、その時に参考になってくるのが、うん、ひょっとして今その魔術だとか、うん、なんか皆さんのスピリチュアルな宇宙だとか、うん、そういうところなんじゃないかなっていう気がして、まあ、地軸の話もそうですし、あともう一つ科学的にですね、量子力学的にこう人が死んだらこう脳波が脳のニューロンが宇宙に放出されるっていうのがね、物理学的な研究が進んでおりまして、実はこう仏教の人が死んだら意識が宇宙に出て輪廻転生を繰り返す概念にちょっと似てるんじゃないかなっていう研究が最近ね進んでおりまして、なので、うん、実はこうスピリチュアルと、まあ、量子力学が非常に近いところにあるんじゃないかなっていうのが、うん、そういう説が今、うん、あ、だから地球科学とか地球物理学っていう考えで今までの、うん、あの物理とか科学を、うん、あのなんて言うんだろう、うん、それで考えちゃうとダメだってことなんだよね。そうですね、うんうん、これから新しいことっていうか、うん、宇宙までこう広げて考えていかないといけないっていうことだよね。はい、うん、今言ったスピリチュアルの部分っていうのは、うん、まあ、宇宙でいうところのダークマターっていう、うん、ダークマター、ダークエネルギー、ダークエネルギー、ね、はい、ね、その辺だから、そういうことを考えていくと、はい、やっぱりこの大気の状態っていうのも変わってきてるし、うんうんうん、だから、普通に揚力を得ることができなくなって起こってるっていうのも考えられるし、うんうん、で電気系統も、はい、まあなんていうの、太陽年数が来てるから、うん、ああいう風に電車とかね、うん、ああいうのもみんな、ね、河川トラブルとか起こったりするっていう風な考えもあるけど、うん、そうじゃなくて
別な現象が起こっちゃってるかもしれないんだよね。宇田川さんはまあ非常に今普段道義的な方ですが、魂の存在などは信じてるよ。信じてます。おお、うん、なんか嬉しいな。全然信じてる。非常に道義的な宇田川さんがそうおっしゃるのは嬉しいです。ね、僕だから、うん、どこの大学だったかな、うん、あの秋山先生っていうすごい有名な数学の先生がいて、はい、その先生と話した時に、はい、秋山先生がねずっとそのそれも幽霊の話をずっと二人でしてた。数学者とね幽霊の話するってすごく面白くてね、一番最後にその秋山先生が言ったのはね、あの僕が言うと変なんだけどと、宇宙っていうこの塊の中だけで通用する論理をやっているんであって、本当はこの外側では一切通用しないものを私ら勉強してるのかもしれない数学者の方がそうおっしゃるのはすっごいですよね。だと思う。あ、億万長者、億万長者どうぞ議論にぜひ。いやーでもさせてくださいね。本当そうだと思うんですよ。億万長者、わー、1億稼いだ方、なんと年商1億の億万長者が、すごい。マニアで別荘をね、マニアで別荘を、新オフィスオープンおめでとうございます。おめでとうございます。億万長者に酒を、1億儲かったんだよね。1000万ちょうだい。ちょっと私が先それ言おうと思ったのに。どうぞどうぞ。乾杯。真ん中がいいんじゃないですか。真ん中にしましょうね。億万長者。ちょっとギュッ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 と。経済総合分析株式会社の木下社長、当番組のプロデューサーでスポンサーでもいらっしゃいます。あ、ここがいい。じゃあ私の隣に。はい。イエイイエイ、もうマニラ帰りですよ今日は。マニラの別荘から帰宅されたという。マニラから、マニラの別荘から帰宅されたという。じゃああの投稿はマニラからだったんだ。はい、じゃあ自己紹介の方お願いいたします。みんなしましたよ自己紹介を。自己紹介、はい、自己紹介、はい、自己紹介。1億儲けた、はい。お名前は、お名前は、What's your name?木下です。木下です。イエーイ、お疲れ様でーす。乾杯。そうだ、億万長者が来たところで、今まではあのイスラエルと、それから北朝鮮の話、そして量子力学、魂の話をしてたんですよね。じゃあ億万長者に仮想通貨の話を聞きましょうかね。仮想通貨言っちゃう。まだちょっと話残ってたんだよ。大丈夫ですか。どうですかね。今仮想通貨バブルと言いますけど、まあちょうど今ホットな話題ですから、こう今ビットコインが1日 40% も下落し、ついにバブルが来たか、今後どうなるかという問題が。でも一方では、いや仮想通貨バブルではない、今後まあ全てのお金がなくなって仮想通貨に切り替わるんだっていう予言もありまして、億万長者的にはどうですかね。お考えをお聞かせいただけますか。まあでもだからお金が、はい、から発行されたものだった時代の方が、まあ100年ぐらいしかないと思うんです。はい、それ以前のお金っていうのは何だろう、何だろう、そのそう、はい、お金がお金だと思っているところが自然に使ってたわけであって、はい、コントロールされてた時代の方が短かったと思うんで、はい、まあひょっとしたらね、それがだから使い勝手が良ければ、あの変わっていくっていうかね、あの主力になっていく可能性はあるんですけれども、はい、現状はだから国の間で全然値段がばらついてるとか、まあレートが毎日変わってますよね。レートが全然違うんですよ、ね。両替もめんどくさいし、それによって、まあ、銀行が儲かっちゃうわけですよね。私たちは、にとっては非常に両替はそんなにかからないんですけどね、はい、あのまあ 0.5% ぐらいだから取引所が差し引くけれども、はい、別段銀行はそこからと普通のお金なんで、引き出し手数料はタダだったり、タダとか208円とか普通のお金と同じなんですけど、まあ、今話題にフィンテックでしたね。フィンテックによる仮想通貨の技術でしたら、まあ国のね了解も必要ないし、まあドルが下落しても円は下落しても、そう世界中で仮想通貨という、まあ、共通の通貨ができたわけですよね。現状では意外と日本が一番両替可能で、他の国はだから中国も含めて、中国もね、はい、あのなんだ結構規制がかかったし、はい、で他の国例えばフィリピンとかはものすごい額がちっちゃくしかできないし、はい、両替できないし、だからね
まだ日本だけで流行ってる状態ですね、実のところ。仮想通貨がですか？そう、日本。この中国だとあのビットコインで物が買えるっていうお店が増えてるし、うん、あとアメリカでも、まあ、コインベースと提携してるお店が結構コンビニでも増えていて、ね、実際に買えるという点ではそうなんですけど、まあ、はい、とにかく日本はあのお金だけはいっぱい動いてますよね、うん、まあ、投資目的でお金がいっぱい入ってるのは日本、うん、はい、うん、であとアメリカはだから大手証券会社が詐欺だとか言いながら、うん、まあ、間違いなく投資をしてるだろうってことですよね、うんうん、なるほど。動き方がだから近頃は何だろう、プロの相場とは変わらないの動き方になってるっていう、まあ、1日 40% 下落した後に、まあ、急速に上がり出したりと、しれ線、あとは株のしれ線のような動き方もしてますよね、やっぱりその、はい、トレーダーが休みそうな時間帯はなんか価格が下がったりとか、うん、おー、もうだから正月に入ってしまうと値動きが穏やかになるとか、うん、なるほど、まあ、クリスマス相場って、うん、そう、結構そうですよね、クリスマスまでだとオンと上がって、はい、うん、でだからただ今までの相場と全く違うのは土日とか夜間がそのまま値段が動くところが全然違うわけですよ、うん、うーん、まあ、プロが介入してるってことです、うん、プロが介入してることと値段帯がいつでも相場が止まらないっていうところが、うん、まあ、今までとは全然違うところなんです、はい、なんかイルミナティカードでですね、まあ、億万長者さんもさっきハマってイルミナティカードですが、うん、通貨統合のカードがありまして、うん、確かドルが円を統合して、でもそれよりさらに大きな通貨が生まれるんだというカードがありますが、うん、まあ、暗号通貨かもしれないですね。ただね、暗号通貨の中でもビットコインが、ビットコインのままがあのその一番大きい状態が続くかどうかわからないんです、うん、まあ、そうですよね。今 40% 一時下落しちゃってもすごいことですよね、うん、他にもビットコインモトキが、うん、まあ、アルトコインっていうやつがいっぱいあって、はい、まあ、リップルとかイーサリアムとかね、そう、うん、だからそうそう、使いやすいのがどこから追い抜くかもしれないんで、うん、ビットコインだけ見てれば、はい、うん、っていうことではないということ、あとはやっぱ値段の上下差が激しすぎるから、はい、実際これでなんだろう、うん、仕入れたり売ったりをするには危なすぎる通貨だって、まあ、200ドルのビットコインが一日して120ドルに下落したっていうのは、うん、もう怖い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 、それで物をいっぱい仕入れたり買ったりとか、うん、まだまだ全然聞いたこともないっていうのは、うん、ちょっとそれでは通貨として不安定すぎるだろうっていうところで、ただ本当にそれで仕入れたり売ったりできたら、あの大助かりですよね、はい、銀行手数料、為替、外国為替手数料が全然いらなくなるから、うん、まあ、世界情勢に詳しい宇田川さん的にはどうですかね、今後の仮想通貨の価値と、はい、僕全然相場やらないんでわかんないんですけど、あ、本当ですか、まあ、でもお詳しそうなのでちょっと聞いてみました。全然相場やらないんで、はい、なんとも本当に言いようがないんですけど、はい、うん、あのさっき両替の話されてたんですけど、はい、その国の発行している通貨以上に両替はできないんですよ、当たり前の話ですよね、はい、だからそりゃそうでしょう。だから例えばここに100ドルしかこう、まあ、100ドルしか発行していない国があったとしたら、100ドル以上には絶対に両替できないわけですね、はい、通貨がないんだから、うん、当たり前なんだし、うん、ね、だからその当たり前の話を当たり前にどこでも同じように、日本と同じようにできるって思ったらかなり怖い状況でしょ、うん、で今おっしゃられたように、そのビットコインという仮想通貨でできるようになればいいけれども、それって単純にじゃあそのものが今度現金で取引されると、うん、例えばこれが、うん、ね、ビットコインで1ビットコインになりましたと、はい、でこれが今度円に変わるときに、はい、これの単価っていくらなのって言った瞬間、それが変動相場になるから、どの時点の相場の値段を取るのっていう話で、なるほど、はい、だそうすると相場性のある通貨の、ね、相場性のある、もちろん今石油とかもそういう風になってるんだけど、はい、そこはそれなりに約束事があるんですが、うん、ビットコインとか仮想通貨にその約束事が通用するのかっていうところまで今見えてないんで、そうすると貿易取引にはちょっと怖くて使えない、まあ、国が保証しないものが仮想通貨ですからね、そう、だから国が保証しないっていうことは、結局国が要するにそれを物に変えてその国の通貨の価値に変えるもの、これ当然100円とかになってるわけでしょ、そういうなった瞬間に困る人だ。だからどこで為替相場性が出てくるんですかっていうだけの話、うん、そうですよね、うん、まあだったら、まあ、国を超えたものといったらクレジットカードっていう機能もありますし、うん、そして投資で言えば株とか FX もありますし ね、株で直接取引ができるだと同じだと思ってればいいよ、確かに単純に、うんうんうん、あの
どこどこ物産とかどこどこ商事とかの株って、うん、フランクフルトでもニューヨークでも上場してるじゃないですか、うんうん、あの株券で直接取引してると同じ発想してれば、うんうん、いや専門家からすれば違いますって言うかもしれないけど、うんうん、僕ら素人はそういう認識で見てればそうですよ、投資ですからね、投資、つまり自分がまあなくなってもいいお金を投資するだけで、うんうん、ただ最低限の価値がゼロになってもしょうがない諦めだと、うんうん、まあ、運良ければ上がるかもしれない、うん、まあ、株券に近いですけど、まあ、ただしバリューがないんですよ、担保となるバリューがまだない状態ですよね、うんうん、だからあれに担保がつくものが出たらそれなりにもうちょっと信用性が出るのかな、うんうん、昔の金打艦紙幣みたいなね、ああいうのができればいいんですよね、はい、うんうんうん、あのこれ酔っ払ってるので言うんですこれ私の仮想、はい、仮説なんですが、もし私が地球上の8人のお金持ちだったらね、うん、思うんですが、まあ、貧乏人を作り出して集めてみたぞと、うん、でもなんか意外と貧乏すぎるとお金使わないじゃんと、はい、なんかお金動かないと儲かんないじゃんと、うん、でじゃあ戦争でも起こすかと、うん、そうするとぶっ壊すから、まあ、パイプライン作るから嫌でもお金動くぞと、うん、だから戦争するのかなっていうのと、ひょっとしてその中の一つがベーシックインカムかもなと思うんですが、じゃあ、うん、貧乏人にお金渡してみようかっていう実験をちょっと今してるのかもしれない、うんうんうん、まあ、だとしてもやった方がいいと思うんですけどね、うん、であともう一つのお金を動かす方法として戦争、ベーシックインカム、そしてビットコインもひょっとしてそうなのかなっていう気もするんですけ ど、そうすると今までのピラミッド型と違う、その嗅覚の鋭い若いなんかこう投資がうまい新しい才能の人たちが木下さんのようにいきなり億万長者になっちゃうかもしれない、そしたらユリアさんの番組みたいなへんてこな番組が世の中に生まれるかもしれない。僕なんか今も打艦紙幣じゃなくなった状態で通貨そのものがもう仮想性があるわけですよ、はい、国家の中での仮想性があるわけ、うん、だ日本の円っていうのは日本の国家の中で仮想性があって、それをビットコインっていうのは国際通貨としてこことここ、例えばドルとあるいは元でもいいですよ、ウォンでもいいですよ、ただまあドルが一番話しやすいから、ドルと円で今為替相場やってるやつをこれをなくしたこの仮想性のもう一段上の仮想性のあるものを作ったっていう、こういう感覚なんです。なるほど。だから二重に仮想な状況が出来上がってるっていうところの不安定さをどういうふうに解消するかが仮想通貨の多分最大の過程でしょうね、はい、今だから、まあ、そう、二重の仮想性の状態だから国家間で全然違うレートになっちゃったりするけど、うん、それがむしろだからこういうものがなんだろう、貝殻の通貨みたいなもので、これが一番シンプルな通貨だと思う人が増えたら、うん、むしろもう一段中層度が下がるかもしれないけど、うん、下がっちゃうんだ。そうか、わからないです。仮想性が下がれば使いやすいかもしれない、うん、だから下がらないと、うん、さっき言ったように仕入れとかはできないっていう。そうですね、うんうんうん、なるほど。ただ国家間を超えて仮想性を出したっていうか通貨性をやったのの一番資金な例にユーロっていうやつあるわけです、はい、うん、あ、そうかそうか、なるほど。でユーロってギリシャ と、スペインとイタリアの暴落でガタガタになるじゃないですか、うん、だからあの例にならないようにするためにはどうしたらいいのかっていうのをもう一個考えなきゃいけない通貨の問題ってあるわけですよね、うんうん、だからその辺まで考えて仮想通貨っていうのが流行るか流行らないかの問題でしょうねっていうふうに僕はそう考えます、うんうん、まあ、今が本当にバブルなのか、それかメディアがバブルと いうことで地価値を下げさせて、その隙に、まあ、いろんな人たちが買い上げてるのか分かりませんけどね、どっちが本当なのか分かるのは、うん、買い上げてる形跡はあるって言われてますね、うん、そうですよね、うん、なんかでも昔財テクっていう単語が流行ったの覚えてますか、ね、うち財テク研究会っていうのやってましたよなんか今のビットコインって財テクっていう単語になんかすごい近い気がして、うん、僕はもうこれは酔った勢いの話で、もう酔った勢いで全部行っちゃうコーナーだよなみたいな、ね、感じがする、はい、あったね。あと酔った勢いでこういったことを、うん、なんかこうマニラに支店を作られて、これからインターネットテレビインマニラみたいなことも、うん、FM インマニラみたいなこともこれから考えようと、うん、マニラはお家がありますからね、マニラにのラジオをタクシーで聞くんだけど、本当に洗練されていて、へ、うん、非常にマニアックに洗練されていて、マニアックに、とてもレベルが高い国なので、うんうんうん、だからちょっとなんだろう、
方面が違うだけで非常に高度な国なので、うん、だからなんだろう、それとやっぱり人なので、やっぱり相性が合うと非常に大事にしてくれるけれども、うん、日本人よりもプライドが高くって、やっぱりプライドを満たしてくれないと本当に、プライドを満たしてあげるとすごく優しいんだけれども、そこが満たされないと本当に怖いところがあるから、うん、だから大事にしてあげると素晴らしいんだけれども、うん、だからそこなんですよ。オタクの文化かマニアの文化かって差はありますよと。はい、なんかこの陰謀論も含めて何でもありな放送をね、うん、インターナショナルにしてみると各地に多分すごい宇田川さんみたいな方が多分いて、なんかこのことの本質は知ってる方がいて、でなんかゲストで出たりすると我々かなり面白いことになるんじゃないかなって。いや、宇田川さんオンリーワンですよ。たくさんいたら世の中おかしくなる。ぜひそれやりたいな。台湾にいて、さっき FM の方で言えなかったけど、うん、やっぱり韓国のスン・ソンヒ監督さんが、うん、ダッド・イズ・プリティっていう LGBT の作品作ってる方が最終賞、収集賞をもらってたんだけど、なんか面白そうなやつなんですよ。でその後メールでデータもらったりするんだけど、うん、なんか各地に今の政府の支配であるとか、そういうものを超えてなんかやってやろうみたいな人っていて、そういう人たちが集まる場って今ないんですよ。映画祭で一日会うかないかぐらいで、なんかそういう人たちが集まる優秀なジャーナリストであるとか評論家や投資家や、そういう人たちが国境を越えて集まっちゃう場を、うん、ぜひ木下社長に作ってほしい。ぜひ作ってほしい。というわけでね、議論がちょっと白熱してまとまってきましたが、まだ私収録あるんで、この辺でね一人一言ずつ感想をね、うん、言って終わろうと。感想とあと来年への展望とね、うん、はい、うん、さっき俺からやったらこの逆に向こうから、こっちから、はい、じゃ今日の感想、来年の展望と一言ずつ。今日の感想ですか、はい、いやもっと飲めばよかったなって、なんか喋ってる時間が長くて飲めなかったな。すいません、もうちょっと飲めばよかったどうぞ、まだあります、飲んでください。来年の展望ですか、来年の展望ね、はい、まあでも別にあんまり変わらないんで、いつもと、はい、全然もうだってね、だいぶ言ってるけど、全然変わんないでしょ。変わんないんですよ。変わってない。じゃあ来年的にシネマテレビでエロ話いっぱいしましょう。しましょう。じゃあ来年の目標はシネマテレビに出てエロ話する。ぜひ毎週第2と第4金曜の、はい、行きますから、僕エロエロの待ってます。女子高生が大好きな杉潤さんと一緒に。今日のこのノリじゃないから全然。あ、そうっすか。いや、こいつもすごいからね、本当は。もうだって精子の話とか平気にするからね。この番組でも精子の話したんだよ。え、それしていいんだったらするんだけど。すごく俺びっくりしちゃったもん、俺。え、うちの番組だったらいいけども、このユリアの館で精子の話すんのって感じ。してねえよ。びっくりしちゃったもん。ジュンさんが JK を連れてラブホに行きたいって話を。バカ野郎、お前言うなよ。そういう話だったじゃなかったっけ。ジュンさんの精子が臭い話はしたかもしれないけど。何言ってんの。すいません、次皆さん、いやいや、場を上品にしてください。来年の展望と今日の感想。いや、すごい水道のお話とか宇田川さんにいろいろ教えていただいて大変勉強になりました。なんか世界各国回られた実地体験を元のお話で、うん、私ももっとちゃんと経験を積みながら発言しなきゃなっていうことで面白かったです。いや、本当にそうですよね。来年の展望はやっぱりその木下社長と一緒に世界中の面白い人たちが集まる場所をなんだかんだと作っちゃおうぜ企画で、一緒に色話どうですか。絵は必須で、来年のピンク映画も撮りますから。おお、はい、じゃあ俺監督で伝おうか。あ、本当に。いや、男優がいいじゃない。男優でやりたいんじゃない。俺男優は出ないよ。男優も立たないよ、ね、もう立てよ。まあ脱ぐ人と脱がない人と両方アクターさんにも。僕でもこの間、まあ、名前言っちゃまずいから、はい、でも某有名 AV 男優と一緒に飲んで陰謀の話5時間も。なんで5時間も。5時間も5時間も陰謀話。ああ、俺女子高生とマックで8時間っていうのあったけどね。僕6時から10時マックで確かに何をするんだろうか。いやいや、マックだよ、マック。名前言ったら有名な芸能人2人入って。シミだとか。そうそうそう。あの人と？お友達ちゃん。で誰？
いや、まあ、あと収録終わってからね。あとからお姉ちゃんが同じマンションに住んでる、ね、はい、そうなんだ、意外なつながりが言ってた気がする、マッチョで、すごい、あの人たちみんな陰謀大好き、そうね、じゃあピンクもまたこの番組に呼びたいですね。ピンクもまた元陰謀大好きプロデューサー、ピンクもまだって大丈夫なんでしょうか。じゃあ時間越しのジュリコさんの方ちょっと場を上品にできないかな、もう無理かな、無理ですねいや わけも分からず参加してこんなんでいいのかなって私思ったんですけど、はい、気の利いたコメントも言いませんで申し訳ございません。いやいや、ジリコさんの本のサイドあの宣伝しましょうね。こちら懐かしいオカルト大全、ぜひぜひ江戸話が、買ってやってください。江戸話はあるか、エロありますよね。ジョニーにピンチと自分でエロって言ってるんだけど、そっちに持っていく感じだよね。宇宙人とセックスした男の話とかね。宇宙人とセックスした女らしいですよね。あの宇宙人の美女とセックスした男の話って載ってるんですけど、僕あの幽霊とやった話ある。でもこれどこが美人なのか、うまいんですよね。自分の幽霊セックステクニックあるの、ちょっとそれ聞きたいんだけど、幽霊はセックステクニックあるんだよね。うまいんだよね、あの人たちは。どんなシチュエーションで、2000年だと思うよ。2000年か99年かどういうシチュエーションで、北京のワンフーチンで、女の子すっげー綺麗な子がいて、そうやってそのままこう部屋に連れて、なんで幽霊ってわかったんですか。やってる間消えたんだ。それもね、こう腰を動かしてる間にだんだんと薄くなってって、あ、もう少しっていうところでスッていなくなってた。あら、それは惜しかった。完全にそれを幻想で見たとかじゃなくて、だって幻想で見てた。僕ずっとこうやって腕立て伏せしてたの、そこで。無理だって、そんな長い時間。正規座れちゃうって言いますよ、幽霊とした、座れるんじゃなくて、出てなんかシーツについてたけど、何がついてたんですか。何がって織物。いやいや、だからそういうこと聞かないでよ。ここまでさっき言ってたよ、精神の話ね。もう俺も恥ずかしくてしょうがないんだよ。だから俺が言うんだったらお前が言うんだもん。プロデューサー大丈夫でしょうか、この織物の話は。詳しいやつは品川テレビで。うちは大丈夫だからね、全然ね。あ、じゃあその中に木下さん、純粋な木下さんがちょっとお父さん魔法清掃にしてください。すいません、本当にだと思うけどさ、最後ゆりやさんが全部エロに持ってっちゃう。何でもエロになっちゃう。うん、いいですね。面白い国、面白い国だったんですね。なんかね、でもね、本当興味のないことにはね、本当何もしないんですよ。でも興味があることには本当にすごく丁寧にね、どんどん仕上げていくんですよ。だから国鉄が草ぼうぼうだったりするけれども、ホテルは世界中でどこも見たことのないほどすごく洗練されてて、なんかマニアなんですよ、やっぱり。好きなものにはどんどん精密に込めていくんだけど、興味のないものはほったらかしなんです。自由な国ですね。そうです、好きなことやっていこうっていう自由な国。ホテル生活なんですか。今のところだってまだ物件が借りてないから、借りる途中だから。いいです。なんかちょっと交渉の話にちょっと次元がもう3段階が上がりましたね。という中でまたゲスな話に持っててください、ジェンさん。まあね、今年もいろいろあったけども、来年っていうか来年より再来年が怖いなぁなって思うんだよね、はい、いろんな。再来年ですか。なるほど、2019年が、そう、いろいろできたところで、オリンピック1年前、オリンピックの前年とか、そうできたところで、なんか起こるんじゃないのかななんて気もする。どうそんな感じみんなしてると思うんだけど、ね、でもね、テロよりエロですか。テロよりエロなんですよ。そう、エロ、あのね、じゃあエロい話するから、超エロい話。これすっごい不思議な話。さっきも自然現象の話いろいろしたんだけども、はい、2年くらい前の12月だったと思うんだけども、外に出ようと思ってね、前住んでたアパートがあるんですよ。でそのアパートの階段をコン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 と降りてった、そしたらね、こけたんですよ。こけて踊り場のガラスのところに手がバーンって。
さあどうなったでしょうその後。手がバン、うん、窓ガラスにバンとついちゃった。その手がフェラシ押し出したの。なんでやねん。ゆりあちゃんどうなったでしょうか。ゆりあちゃん大丈夫ですか。これアインシュタインの話になっちゃうんですはい、あ、ごめんなさい。ガラスが、はいはい、窓ガラスですよ、うん、これがぐにゃーっと曲がって押し返された。窓ガラスが曲がった。ほいほい。網戸みたいに曲がっても押し返された、うん、で、怪我しなかった。おー、それ運が良かったですね。それだけ。すっごい運が良かったんです。まとまった。っていうのは、おそらく、うん、ま、いつもね、いろんな人亡くなった時に、成仏してねとかこういう風にやってるわけじゃないですか、うん、それでみんな守ってくれたんじゃないのかなっていう風に思ってる。いい話、うんうん、なんか清楚な話ですね最後ね。えどい話をすると思ったら清楚な話で、うんうん、そうそう、エロい話だったんだけども、うんうん、そう、キムさんがすごい可愛いんですけど、可愛いな、いい子だな。もう本当、うん、再来年は、はい、ちょっといろんな意味でちょっと気をつけた方がいいかもしれない、はい、というわけで、うん、まあ今日のルイヌアールユリアの方、はい、もう第1回放送ですか、なんかめちゃめちゃなこんなんでよかったのこんなんでよかったのかなというような感じですか、うん、まあ毎月1回今後ね、やっていきましょうね。あ、はい、はい、ちょっとこんなの言えすいません爆笑して爆笑してじゃあ来年もちょっと陰謀論の話とかね、エロい話とかいろいろやっていきましょうここでもエロい話すんのやっぱなんか13が来るとスイッチが入っちゃって、ごめんね。なんでだよ。もう13のせいで、全部13のせいですから。じゃあ今日レナさんだよ。13ですよ。そんなエロいのでもね、エロが流行るっていうのは平和な証拠ですからね、はい、確かに。そういうことだよね。だから、じゃあみんな、だから日本の文学でいうと、長い平和の平安時代にはエロ小説の源氏物語が出るし、うん、昭和はもうずっとあれ平和だからエロが出てくるわけですよ、うん、戦国時代とかにエロがあったかったら、それはエロいことはしてるけど、うん、エロの文化とかそういうのはないわけでしょ、うん、文章ね、表現してましたけど、文章とかそういうのはないけど、だから基本的にもっとエロが文化として流行っていくっていうのは間違いなく平和の証拠ですから、ね。というわけで、ね、エロで、あ、ピンク映画ね、はい、いや女性が監督がいないから、はい、多分撮ることになると思うんだけど、聞いたらね、3日間拘束でギャラス5万とかなんだって。安っ。脱いでだよ安っ。で、なぜかっていうと今あんまお金が回ってないからっていうことらしいんだけど、うん、年間何百本撮ってた時代に比べて今40本ぐらいでね、うん、でそれ聞いたら私なんとかしてあげたくなっちゃって、うん、だから私来年ピンク映画でメガヒット作品を作って、で国際映画に出してさ、うん、本番なければ大丈夫ですかね、出せますかね、うん、大丈夫。なんかそれでジンプリンの物語をまずやろうと思うんですが、宇田川さんは大丈夫かな。何を。ジンプリンってなんかななんか男優で男優でっていう意味。いや今のは現実で行った経験があったらぜひその番のリアリティを教えていただきたいんですけど、てるかもしれない。マジでちょっとディティール知りたいんですよねどんな家具でどんな話をしてどんなプレイがっていうディティール、ぜひ放送終わった後に教えて、まあ、土曜日のエロレギュラーで書いてましたねというわけで来年もよろしくお願いいたしますでは良いお年をお迎えください。で、女子高生がさじゃあ皆さんすみません収録しましょう。聞いてからまだ来てないんだ収録があるんですよ、まだ、はい、そうですね、まだそう、木下さんのコーナーの収録があるので、うんうん、そう、あ、木下さんのコーナーがあるんだ。そう、そうなの、だから30分残したのね。終了しましょうか。一回終了しよう、一回止めた。そう、まだ木下さんの交渉、ちょっと一瞬、ね、お手洗いに一旦これ終了します、木下さんのライブに。